エヴァイオネスコエヴァイオネスコはパリ生まれフランスのモデル女優ルーマニア系フランス人で女流写真家のイリナイオネスコの娘5歳の頃から母親の撮影する写真のモデルを務めた1977年にイリナイオネスコの写真集鏡の神殿が出版されたことによりエヴァはヨーロッパを代表するロリータスターになった シュール・レアリズムとバロックの混沌を表現し、アート系映画監督で、小説家のアライン・ロブ・イコール・グリエの序文をつけた、イリナの写真集は話題になった。しかし、母親が撮った娘のヌードということで道徳と、表現の倫理をめぐって、フランス国内のみならずヨーロッパ中で大きな議論を読んだ。女優としては、まず1976年に B 級コミックを映画化した。 ソフトポルの喜劇、スパーミュラと、ロマン・ポランスキー監督の、テナント、恐怖を借りた男に、脇役として出演。翌1977年には代表作となる、思春の森に出演し、小悪魔的な役で大胆なセックスシーンを演じて、世間に衝撃を与えた。1981年タイの俳優養成学校に、通ったり、アントワーヌ・ビテーズに指示して、 大人の俳優としての演劇の基礎を身につけ、これ以降、多くのフランス映画で脇役として活躍。またシェローの舞台、砂漠の復活ほか、舞台女優としての経験もある。映画出演は、すでに40本以上、近年の出演作は2002年に3本、2003年には、エル・エンプリントなど3本、2004年、クアンド・ジュ・セライ・スター、2005年、レインビジブルズなど、 2003年以来写真家としても活躍し、パリで何度か展覧会を開いている。エヴァ・ヨネスコの写真として、イリナ・ヨネスコの手になるもの以外に、ジャック・ブーブロン撮影による作品が知られている。写真家ピエールとジルの作品、アダムとエヴァも有名。エヴァの少女時代の写真は、世界中に熱心なファンを持ち現在まで、幾度か出版されている。2004年には、 イリナイオネスコによる従来のエヴァ写真の復刻修正本が世界同時発売され話題を呼んだ。パリ在住。インタビューでは好きな場所はパリのカフェ、尊敬する人は母親と述べていた。2012年11月12日、子供の頃のヌード写真撮影及びその出版について子供時代を奪われたとして母親を相手取り20万ユーロの損害賠償と 写真返却を求める裁判を起こした。裁判では勝訴し、母親のイリナ・ヨネスコ被告に1万ユーロの損害賠償支払いと写真の原版の引き渡しを命じる判決が下された。2014年には、エヴァ・ヨネスコは、フランス映画、ビオレッタで監督を務めた。自身の子供時代の苦痛な出来事を映画化したもので、ある。映画は、自伝的なようで、 主人公が母親にヌードになることを要求され激しく抵抗したり、モデルをしていることが同級生に知られていじめられるといった自身の過去が描かれている。児童ポルの撮影された、普通女優、エヴァヨネスコさんが母親を提訴。msnhttp://topics.jp msn.com スラッシュエンターテインメントスラッシュジェネラルスラッシュアーティクルドット a s PX アーティクリッドイコール1518149普通女優イ,イオネスコさん少女児童ポルの撮影で母親に賠償命令 afp,http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュに917363ピッドイコール111409児童ポルノ撮影された児童ポルノか芸術家母親のヌードモデルになった少女を描く衝撃作ビオレッタ msn http コロンスラッシュスラッシュ s a n k e i.jp msn.com エンターテインメントニュース十四万二百十五円と十四兆二百十五億千八百万十二 n 一 htm ありがとうございます